どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はこちら、デラックスエンマコン開封して遊んでみたいと思います。こちらですね、映画妖怪ウォッチフォーエバーフレンズに登場する最強のエンマ、ヤシャエンマの必殺武器です。ヤシャエンマバチクソかっこいいですよね。エンマ大王の髪の毛長なってるし、青色やし、右目光っとるし。これ鬼の冠、鬼神だから？あとなんとですね、ヤシャエンマはこの2種類のエンマに変化することができます。ベニバナにラセス。これも色違いでかっこいいですよね。髪の毛のカラーが変わってます。一応裏面に、ね遊び方も載ってます。で、ここ注意なんですけど、単4電池3本必要です。では開けてみます。どんな感じで入ってるんかな。オープン。ほうほうほう、組み立て式ってことか。これが剣先パーツね。ババーン。セット内容こちらです。剣先パーツ2つに本体、そして流動妖怪アークに取説。まず組み立ててみましょう。剣先パーツをはめる。ガシャン言いましたね。そして左側もテイヤー。遊ぶ前に電池入れときます。こう外れるとじゃじゃーん、できました。デラックスエンマコン。サイズは実寸大というよりも少し小さめにできてるんかな。両サイドに紫色の炎がついてます。結構柔らかい。持ち方的にはこういう感じですよね。これで攻撃するスタイル。バシャン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 。エンマコンっていうことなんで、まあ、棍棒に近い武器やと思うんですけど、この炎で攻撃すると、竜を召喚して攻撃するっていうことやな。剣先がなんか鬼の角みたいになってますよね。ここは竜のなんか鱗みたい。ここにトリガーがあるんで、これを押すと音声になったりするのかな。あとここには流動妖怪アークをさせる穴があります。反対側見てみると電源スイッチありますね。ここに鬼の顔があるんですよね。ちょっと見にくいけど、だからヤシャエンマってなんか鬼の神がエンマ大王に取り付いたような状態なんですかね。ババーン。こちらがですね、エンマ大王の武器、エンマブレードなんですけど、色のテイスト、カラーリングは同じですね。ゴールドにちょっと濃いめの赤色。そしてこちらが付属の流動妖怪アークですね。オープン。形が独特じゃ。通常の妖怪アークと比較してみると分かりやすいんですけど、形が全然ちゃいますよね。こうやって傾けてみると分かりやすいんですけど、すごい模様入ってますよね。で、一番の特徴はやっぱこれですよね。なんかこう、竜の鍵爪みたいにこう凹んでるんですよね。妖怪アークの表面が竜と紅花炎の竜ですね。そして裏面がこちら、竜とのラセツ氷の竜です。では、いよいよですね、炎の竜、氷の竜を召喚したいと思います。電源、オン。てね、この突起部分を上にして差し込みます。うぃー。紫に光っとった。で、右に回すと、で、ここのトリガーをさ、トリガーを押したら攻撃音って感じですね。黄色に光っとる今。いろんな色に光るのね。これで炎の竜を召喚して攻撃ってことか。っていうか、ヤシャエンマの声皆さん聞きましたか？あれ、木村良平さんの声ですよね。もう一回聞いちゃおう。続いて氷の竜召喚してみます。ラセツ。紫に光って左に回します。青く光ってる。ちなみにこれ竜と妖怪アークなくても単体で遊ぶことができます。3種類の音声が聞けます。これ2種類目。バピヨーン。そしてさらにこれ長押しで必殺技音が鳴ります。かっこいい、呼ぶかっこいいっすね。暗い、竜刀の力。で、実はですね、この竜刀妖怪アーク以外の妖怪アークを差し込むと、また別の音声が聞けます。妖怪アークは別に何でもいいんですけど、座敷わらしの妖怪アークを差し込み、右に回すと、トーン。
でマジイケボですよね。ヤシャエンマ参上。で、妖怪アークを刺して左に回すと、我が攻撃を受けてみよう。これ大気音。凄まじいよ。アップデート OK バージョン2 OK。 続きましてこちらデラックス妖怪ウォッチエルダに竜頭妖怪アークを挿入してみたいと思います。バージョン2に更新済みです。これどうなんのマジで。バージョン2にアップデート済みなんやけど。アップデートが必要です。オーマイガー。デラックス妖怪ウォッチオーガにはやっぱりね、短くて刺さらないんだよな。最後に妖怪ウォッチワールドでアークレンドをしてみたいと思います。多分経験値ダメだと思うんですけどね、激レアなんで。郵便チェックしてみると、こちら。中継検知玉ですね。アイテムゲットできます。はい、ということで一通り遊んでみたんですけど、何色にも鬼の顔が光るし、あとヤシャエンマの音声いろんなパターン聞けるんで最高っすね。映画ではこのヤシャエンマがどういう風に武器を使うのか、このベニバナとかラセスに変化したりするかめちゃ楽しみですよね。以上、今回はヤシャエンマの必殺武器デラックスエンマコンの紹介でした。最後まで視聴ありがとうございました。バイバーイ。